どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース外伝遠征邪神の国へ実況していきたいと思います。今作はねモブが多いよね。そしてニック君の HP を見て、これ初期値のまんまレベル5なのに、ついに誰よりも低いままレベル5を迎えてしまいました。ニック君はいつまで HP が12のままなんでしょうかね。さて砦の攻略ですね。今回はやっていきましょう。いやー狭かったからな砦も、あっという間に終わるんじゃないかい。インキュバス懐かしいね。一番最初の戦闘で出てきた内股ブレイズレベル1くんだね。さて敵の能力見よう。ステージはすごく狭い。インキュバス、うんうん、ブレイズレベル1、それ以外に怖いものはない。宝箱回収しよう。でサイプレスナイト、インキュバスと同じぐらいの能力だね。魔法は覚えてません。こいつがボスだね。グラスローダー、うんうん屋内なのにこんな戦車乗り上げてええんかいな。でサイプレスナイト出た。ブレイズレベル2、これが怖いね。ブレイズレベル2は10ぐらい食らうのかな。てか砦の中こんななんや。これ新キャラ？ラットマン新キャラだね。うん、サイプレスナイトより攻撃力が1高いだけ。デスアーチャーの近距離版って感じかな。うん、じゃあ二手に分かれていこうか。ウェンディは上だ、君は上から行くんだ。行っちゃいっちゃ、もうどんどん奥行っちゃえ。で牛具はこの辺で待機だ。体力多いから大丈夫でしょう。やばいやばい、いきなりだ。えー、でー全然痛くね。すごいね、あのサイプレスナイトの打突を胸筋で受けダメージ1に抑えるとは。やりやがる。さあクレイ君こっちで、ニックは下かな。うん、下行こうぜ。いけ、でーん1ドットの剣、めっちゃ細身やで。レイピアなんちゃう、使い方間違ってんじゃないの。メディオン王子と同じ使い方やからそれ。レイピアなのに斬撃。さてアピスは上行こう。まあ主人公ニックくんでしょうね。まあでもニックくんは体力こそ低いもの結構食らったな。大丈夫か。あ、いけるいける。シェイドくんがねちょっとレベル低いから上げてあげたいね。とどめをシェイドくんに。4点はきついぞ。シェイドくん4点は与えられないだろう。インキュバス来るんじゃない。来た来た、だいぶ来たね。え、そっち狙い、わかんないね。ニックくんニックくん大丈夫かい。魔法の固定ダメージとか食らったらえらいことになるよ。これ前出すぎかな。あのインキュバスも近づいたら動くんだろうね多分。この辺とか行ってみる。でシグで、シグどうするかな。デスアーチャーにパンチドン。サイプレスナイトはニックくんが倒すよ。いけ、レイピアなのに叩く。バイーン、やべえ倒せなかった。あーシグそんなそんなとこから攻撃してくんのって壁貫通してますやん。次元塔の持ち主や。やべやべやべ、まあでもシグは硬えからな、その程度じゃ死なねえぜ。ノースリーブやけど。あーニック狙いか。あ、ちょっとまずい。うん、これでインキュバスが誰狙うかにかかってるんだが、とりあえずルースはこっち攻撃しとくかい。回復はシグに任せたいなどうなるかなインキュバスの行動は、それが気になるが。この辺とか立ってたらなんかうまいことならんかな。ちょっとね今作はコンピューターの動きが全く読めないからね、ちょっとガバガバな動きでもなんとかなるんじゃないかな。さてウェンディ先手取れるぞ。フリーズいっちゃおうぜ。サイプレスナイトに攻撃。アピス君でとどめを刺させてあげたいから、いい感じいい感じ。あ、レベル上がった。 HP2 FP2 攻撃1防御1。ニック君より全然強いんだがウェンディ。おいおい、ようそんなんで俺がなんか先陣を切るみたいな言えたな。おい、この位置いたら大丈夫なんじゃないかい。デスアーチャーに攻撃。あ、レベル上がった。あ、ついに HP が伸びてしまったニック君。攻撃に防御に。あ、強い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 。ここでやっと頭角を現し始めたな。来たぞ。どっち狙う？やっぱそうだよね。ウェンディ大丈夫か？全然大丈夫や。さすがにサイプレスナイトでも8点は無理でしょ。あ、ルース狙いだ。やっぱエース誰か分かってんな。うん。でもその判断が間違いだったといつ気づくかな。
ウェンディは硬えぞ意外と。魔法使いとは思えねえ。さて、シグ君で回復しよう。ヒールレベル1だ。ニック。ねえ。オッケー。来た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 。おーっと、シグ狙いだ。まあ、シグしか狙えないからな。で、わ、ルースだ。ほほう。やるね。うちのルースがだいぶ食らってるよ。魔法ヒール。ウェンディ。もうインキュバスはブレイズ1回しか打てないからね。MP が3なんで、1回2使うブレイズは1回しか打てない。なんで3あるの？なんで3なん ?2 でええやん、そうやったら。さて、アピスで倒しちゃおう。持ち物はブロンズランス。死ね。へい。レベル上がるんちゃうかな。上がった。HP1、攻撃1、防御2。あ、いいね、いいね、いいね。防御2上がったのは美味しい。さて、ルース君どうする？ルース君デスアーチャー倒しとく。ラットマン倒しとく。デスアーチャーかな。デスアーチャーに攻撃。ダーン。さあどうなる。レベル上がった。 HP1 攻撃2防御2。あー、いいぞい。さすがルースだ。戦闘強だからな。さてどうするか。ここからよ問題は。デスアーチャーはとりあえずラットマン攻撃力高くてもうちょっとで倒せそうだから。さあルースがやられるのが先か、奴らを倒すのが先か。さあどうなる。なんだこの戦いは。本当のブレイズがどういうものか見せてやろう。いや、これが魔法というものだ。クライフリーズレベル1。ちゃんとね、あの魔法を詠唱するときはレベルまで唱えんのね。発動せんからね。うん、敵軍の強いやつが証明してたから。スパークレベル3言うてたからな。この位置にいれば、いいんじゃないかな。ラットマン攻撃してみるか。デイーン。微妙だったな。おーっと、怒り浸透や。だがしかし、うちのアピスはもっと怒っておるよ。いけー。ブーン。全然負ける気配がないな。あ、シグの方が先でした。残念。うちのルースは倒れない。えい。残念だったな。奴らがうちの軍を倒すのはいつになるのかな。だいぶのんびりしちゃったな。おお、シグ狙いだ。縦横無尽だね。縦横無尽だね。上の軍はもう片付いちゃったな。下がちょっとのんびりしすぎたかな。ルース組んでデスアーチャーに攻撃。レベルが高いからな。削りに回ってもらおう。デスアーチャーはシェイドを攻撃。シェイド君誰倒せるかな今の状態だと。とりあえずクレイはすることがあんまないのでウェンディを回復。ウェンディ体力高くね。本当に魔法使いですかあなたは。うん、タオお姉ちゃんとかもうちょっと大変やったで若い頃。うん。おっと、ニック君狙いだ。あの3点はシェイド君でも与えれるんじゃないかな。やってみよう。いけ。あ、ナイスー。ぴったりだ。レベル上がった。HP1、攻撃2。攻撃2は美味しいぞ。でも防御伸びないのか。まあでもアーチャーだからね。スナイパーだからまあええとするか。ウェンディ持ち物どうなってる？大丈夫。回収できるわ。回収しとこうぜ。調べる。ミドルソード。これはいいぞ。ニック君がさらに強くなってしまう。で、シグどうするかな。デスアーチャーに攻撃しとくか。ドゥエー。ああ、惜しい。誰がとどめを刺す。まあ、状況としてはシェイドかな。じゃあニック君はインキュバス攻撃してもらうか。そういや、でルースでとどめ刺すか。ルースでとどめを刺す。うん、全然もう怖くない。HP が14になっただけですごい安心感だ。さて、アピス。魔法一人で受けてほしいな。この辺で待機だ。で、
そうだね、ルースでインキュバス攻撃。ルースの攻撃やるね。で、デスアーチャーはそんなもんか。なんかね、全然戦闘に怖い感じがないんです。いけ、シェイド。ポリンス、ナイスナイス。ポリンス鋼の矢持ってる、ラッキー。シェイド君が強くなると。よし、戦闘に行くぞ。あ、来た来た、ちょうどいいじゃん。これでもうブレイズレベルには唱えれないでしょ。戻れ戻れ戻れ、ウェンディ。進め進め。待機。ブラスローダー動かない。ブラスローダー動かない、まさかの。さあ、アピス君がドス。硬いな、さすがダークメイジ。全然こないだまでボスやったのにな。ボスクラスだったのに。ちなみに残りのあいつの、うん、MP3 か。あと1回魔法ブレイズレベル1打ってくるね。まあまあええやろ、いったれ。こいつ硬えからな、全員で殴れ。よっしゃ。どうする、あれボスだったら。ブラスローダーボスじゃなかったらどうしよう。魔法そんな配置あります？ないよね。ボスが手前で奥のブラスローダーモブだったみたいな、あんなエバってるけど全然ボスじゃなかったみたいな、ないよねさすがに。そんなこと、魔法フリーズいっちゃおう。いけ、ウェンディ、君がとどめを刺しても構わん。ぴったりとどめだった。ダメだな、ウェンディばっかりどんどん強くなっちゃう。シグ、君はシェイドを回復だ。あ、 MP が足りない、 MP が足りない。でも薬草は余ってる、使っちゃおう。えい、薬草って経験値もらえるんだっけ。あ、もらえるわ。能力も伸びるわ、強っ。アンチドーテの魔法、ラッキー、イエーイ。これは嬉しい、これは嬉しいぞ。あ、サイプレスナイトがこっちに来た。ニック狙いだ。そしてブラスローダー動かない。シグどうするかな。魔法シグじゃねえ、クレイだよ。ごっちゃになっちゃうな、いつもごっちゃになっちゃうな。はい、シグという職業なのかもしれない。シグの概念が、ああ、レベル6になった。伸びるね。今回の文句強いね。何なんだろうね。戦闘開始できたぞ。体力多いな。ドーン。まあでも能力がそれだけ伸びるっていうことは、そこまでシナリオが長くないんじゃないかという深読み。さて、持ち物装備し直すぞ。鋼の矢、強っ！行っちゃおうぜ。上に行こう、上に。サイプレスナイトに攻撃。3年連続優勝の父を持つ、シェイドの攻撃。でん、強っ。めっちゃ強くなるやん。やっぱ武器次第だな。よ、やったやった、伸びる伸びる。シェイドくんが強い。どうした？シグどうするかな？シグもパンチやっとくか。いっとけ、ファイト一発、ボン、ナイス。ああ、いいね。もうあと一人だぜ。あっという間だぜ、おい。大丈夫かい？届かんかったわ。待機だな。一発でそんな柔軟ボとか持ってかれないでしょ。あ、すげえ。的なりにも攻撃できるやん。おどどどど、爆発が長い。ドド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 って言ってたけど、クレイで回復してもらえるし、アピスまだ死なないから。もう一回攻撃だ。戦車の部分じゃない、乗組員を狙うんだ。うん、どんどん伸びるね本当に。外伝はすごいぞ、サクサクだ。やっぱ二軍の物語だからかな。ああ、シェイド君。ウェンディも魔法打っちゃおうぜ。ブレイズでいいやろ。はい。えい、節約。節約する必要はないけど。さあ、とどめを刺すのは誰だ？あと2発ぐらいで死ぬぞ。アピスがやる気満々やないか。やっちゃえやっちゃえ。じゃん。さあ、次攻撃するやつが最後。誰だ？ああ、移動した！ここでシェイドを狙うだと？なぜアピスを狙わないんだ？
おーっとシグ君届かない。さあとどめ刺すのはニック君だ。我らがシャイニングフォース2軍のリーダーニック君がブラスローダーの乗組員にとどめの一撃を刺す。バイーン。やった。あ、50ポイントの経験値。ほら49以上もらえるんですよ今作。イエーイ。あ、誰か来た。なんだなんだこいつ。人じゃない。え、私はレジスタンスのバーリー。かっこいい。あなた方ガーディアナ軍の方とちょっと笑ってモテる。会うためにこの島に来たのですが、こんな風にお会いできるとは。我々レジスタンスの者たちはガーディアナ軍に合流してサイプレス軍を倒すつもりです。かっちょいい。あっさり仲間になった。人を疑う心を知らないニック、それが後々あだとなると早っ。仲間になった後の動き早っ。ボタン押した。まさかそんな電子音開いたこの先に私の船があります。そこでサイプレスの前線基地アスリート島に渡りましょう。大丈夫、錦織圭とおるんちゃう。私の仲間たちも皆さんも大歓迎することでしょう。行ったわ。いやでもあれはアスリートのちっちゃい船、ちっちゃい二人乗りや。ミニオム砦を壊滅したニックたちが次に向かうのはレジスタンスのいる島アスリート。同じ志を持つ者たちが目指すサイプレスの本拠地はまだ遥か彼方にあるのだった。まさかの第一章終わり。早いね。二軍部隊の遠征終わり。はい、というわけでね、次回から第二章に突入していきますね。あっさり終わりそうなシリーズな気がしますね。戦闘も短いというわけで次回もお楽しみに。お疲れ様でした。